さあ、須賀川名物カッパ麺だ。どうぞ召し上がれ。いただきます。いただきます。リンの好きなきゅうりがたくさん入ってる。さっぱりしておいしい。だろ。うまっ。そういえば、どんなお店にするか決まった？ちょっと気になるお店があって、参考にしたいからこれから行ってみる。おいしい。うまい。この辺も変わったな。俺がガキの頃はこんな近代的な建物なんてなかったもんな。ここか。最近人気のこだわりのパフェが食べられるっていうお店はめっちゃおしゃれじゃん。よし、行ってみよう。待てよ、パフェが人気の店だけに女性客ばかりだったらどうしよう。ちょっと覗くだけ。いらっしゃいませ。一瞬でバレた。あ、はい、じゃあお邪魔します。やはりほとんど女性客だ。でも意外と男性客もいるんだな。それにしてもパフェ美味しそう。あ、すみません、見ちゃった。板橋俊也さんですよね。ああ、いかにも私が板橋俊也です。ご活躍拝見してます。あ、ありがとうございます。あの、写真お願いしてもいいですか？もちろん。ありがとうございます。じゃあお願いします。あ、こっちね。あ、そういうことね。パフェが大きく映るようにお願いします。あ、パフェがね、大きくね。はい、承知しました。あ、はい、どうですかね、確認していただいて。ありがとうございます。これを SNS に載せるのが僕の仕事なんです。仕事？はい。お待たせいたしました、パフェ羽ばたきでございます。すげー、これ白鳥ですか？これすごいですね。はい、1日がかりで作りました。1日？はい、お休みの日はだいたいこのパフェの細工作りのお仕事で終わっちゃうんですよ。なるほど、こんな小さな装飾にも手を抜かない姿勢が人気の秘密なんだな。勉強になるぜ。夏ふかし令和の里のカフェでパフェ。